こういった猫柄のワインカラーの猫柄のワンポイントのついたまん丸い4号で作るこういったガマ口、口金がついたガマ口財布を作っていきます。まず表の色となるこの色と内側で中身が入っていることが確認しやすい白色、だいたいこれで、そうですね、6から7グラムぐらい、100円ショップで売ってるこういった丸いボールにこれを巻きつけて作っていきます。で、巻きつけてフェルト化した後に、こういった穴開きの口金があるんですが、これをこういうふうにつけて、表の縮め糸と似たようなボタン付け糸でこういった針で持って口金を縫い付けていきます。それでこういった模様はこういったニードルといったこういった専用の針で持って刺して固めていきます。で、最後に飾りもこういった丸いものを作って、こういう紐で持って結んで飾りにします。なんか和だから白を使っているので物が入ってても分かりやすいようになってまして、手を持っては自分の好みの色とワンポイントの模様がつけられます。今からこういったまん丸いガマ口を作ってみようと思います。はい、猫ちゃんもティッシュ作りますよ。他にはこういったものとか、こういったデザインのもの、こういったものもあります。中を開けるとこういう感じでまん丸いガマ口になります。ペッキング買ってきたこういったゴムボールにフェルトをこのように裂いて、強くしながら周りに丸めてくっつけていきます。白い内側の布をこうやって薄く均一にニードルで刺しながらきれいに固めて、伸ばしてくっつけたら、今度は表面の色をこれに同じようにきつく巻きつけながら留めていきます。横にきつく薄く伸ばしながら巻いていきます。このくらいきれいに表面を巻けたら、こういった薄手のビニール手袋みたいなのを両手にして、いいですね。で、ぬるま湯を持ってきて、それにこういった台所用洗剤を満喫垂らします。それに先ほどこうやって丸めたフェルトを巻きつけたボールをお腹に浸して入れ、たっぷり液を含ませたら、こういった摩擦の少ないところでこう両手で押しながらぐる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 根気よく根気よくによって違うんですが、20分から40分、根気よくこうやってくるくる回ってくると、丸めていくとこうやって繊維を引っ張っても簡単には取れなくなってきます。こうなってくるともう形が完成します。これから水いで脱水機で水を切って、それから口金をつけていきます。こすって脱水したこのボールに口金を当てています。これでセンターあたりについたところで少し口
口を開けてカッターで印をつけていきます。こういうふうになりますね。中からボールを出した状態がこんな感じですね。これに穴開け口金を縫い付けていきます。こういったボタン付け糸をなるべく表面の糸と似たものを選んで、こういった縫い針に2本で縫っていきますね。縫う時は必ず、1つ手前の穴、この部分から返し縫いで縫っていきます。糸は必ず玉を、結んだ玉を下から入れて、そこからここに押して縫っていきます。ここまで塗ったら、また一度一つの穴の前に戻って返して縫い物をします。そしてで、コロコロ丸めてフェルト化して、口金を縫い付けた後、こうやって口を縛ったまま、天日干しなどにして乾燥させて形を整えます。で、中にはボールが入ってますんで、模様をつけるとき、ある程度乾いたらこうやって取っていただいて、中からこうやってボールを出します。こういう感じですね。で、次にこれにこういった猫の模様をつけていきますので、丸い玉がつく方向の方に向けて、これと同じようにつけていきます。道具なんですが、こういった専用のブラシとか、これは建築材料に使う発泡ウレタンなんですが、こういったものにですね、こうやって白い羊毛を取って、これも模様と同じぐらいの、こういった模様と同じぐらいの羊毛を取って、これを最初にある程度こうやって針で刺して形を作っていきます。もしくはこのブラシがある場合はブラシでこうやって刺していきます。それを所定の位置にこうやって置いて、
で1本でやると簡単に刺し固められますので、こうやってつけていきます。中は何も入れなくても空洞のまま、こうやって刺し固めていくことができます。そして形を整えると、こういったがま口が出来上がります。この丸い玉なんですが、この丸い玉もこういったものをこう置いて、で刺してくる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 回しながら、手で固まったら紐を通してここに止めます。